宿川、順川の戦いは、朝鮮戦争中の1950年10月20日から23日まで、平安南道宿川軍及び順川市付近を戦場として、アメリカ合衆国、大韓民国及びイギリスと朝鮮民主主義人民共和国の間で行われた戦闘である。朝鮮戦争における大規模な空挺作戦として知られている。 ソウル攻略に間に合わなかった、米陸軍第187空挺連隊は9月末以降、近郊飛行場の警備に当たっていた。そして本戦争の最終段階の平壌の攻略が間近に迫ったので、同連隊の投入が決定された。当初は、平壌近郊に直接降下、地上部隊の大動向とかを支援することが期待されたが、北朝鮮軍が平壌支の降参は、 低いとの見積もりから作戦目標を北朝鮮政権首脳と北朝鮮軍主力の対路遮断、平壌付近に構置されている国連軍捕虜を救出するという空挺作戦史上初めての政治戦略的検知を有する作戦を実施することとなった。降下場所の選定は最初は交通の結節点である平壌近郊、次に 満州へと続く日本の幹線道路上にある新安州とインサト付近が検討されたが、平坦線が伸びきり、地上連携部隊の到着も遅れが出て、降下部隊が敵中に孤立する恐れ大として却下された。南重下が妥協の末、全ンの中間点である宿川と順川への降下に決定された。第187空挺連隊は16日以降、 出撃準備完了していたが、奇襲効果の機体と効果部隊の安全確保という、相矛盾する条件と悪天候の前に二度、効果決定され、二度延期された。19日夜、地上連携部隊の大動向とかの目処がついたため、翌20日、晴天ならば、効果の決定がされた。地上連携部隊としては、宿川に、米、第24師団霊下の A、第27旅団が、 順側にドジャーズ死体1個大替機関が前進することになった。さらに、韓国第2軍団長、竜はじめ教将軍の命により韓国第6師団の順側への突進も同時に進行していた。宿川付近に投下される物資第187空挺連隊戦闘団は、20日0 23 0起床生成と登場を開始し豪雨が晴れるのを待った。第次降下隊は、 1200金保飛行場を離陸し、観光上空にて、輸送機は集結し順側、DZ へと向かった。なお、DZ 及びその周辺は事前に戦闘爆撃機群によって清掃済みであった。この降下の際、105mm 榴弾砲等の重物量の実戦投下は初めてであった。投下した7門と弾薬1125発のうち、1門と弾薬の 約10%が着地時に損耗した。第二次降下隊は1420宿川 DZ に降下。周辺の金曜地点を速やかに確保し、南北の交通を遮断した。ここに奇襲は成功し、空挺補は完成したのである。しかし、第一大隊が順化は来方を偵察してみると、北朝鮮軍主力の活動の痕跡は定置できず、 すでに交代を完了しており、接触できたのは、公営の一個連隊のみであった。さらに、北朝鮮首脳部は10月12日に列車で移動したことが、平壌市民から提供された情報資料により明らかにされ、捕虜数千人も同じく機体移送されていたのである。20日夜、第3大隊は、捕虜移送列車が隠れていると伝えられていたので、待ち伏せしていたが一向に到着せず、 明け21日天明時に大隊を国道沿いに南下させた。この後、永住付近の163高地と両端との高地にて、各1個大隊ずつの北朝鮮軍と接触、直ちに戦闘となった。この戦闘は激しく、ある中隊は90人を失った。大隊主力は163高地を占領したが、軽装備部隊ゆえに重火力戦力の不足と、 元の人員が少ないため損害が発生すると、加速度的に戦力が低下する、空挺部隊特有の現象にはどうともしがたかったので、ある。21日1200、地上連携部隊は大動向をとか、北へ向け突進を開始した。夜間には、前進を停止し周辺の警戒にあった。同じ頃、163高地の第三大隊は、高地から撃退され、 大体本部も包囲された。22日天命寺 A 第27旅団は気球の知らせを深夜に受け、天命と共に攻撃発起。友軍相打ちを避けるため銃剣突撃を観光した。やがて敵味方が相まみえる混戦となり、その際にはオーストラリア大隊は突如背後から射撃を受けた。振り返ってみると水田にはわらくずしかなく、時折そこかしこから、 煙が出ていたので、これを検索すると、中には両足を縛られた若い北朝鮮兵が潜んでいたのである。接戦は3時間近くに及んだが、22日1100、両部隊は提携に成功した。21日1200、第1騎兵士団長一行が、宿川に到着すると、付近住民から、名牛木の田の鉄道トンネルで、アメリカ軍捕虜。 約200人が銃殺されたと知らせを受けた。副師団長と韓国第六師団情報部長が現地に赴くと、そこには死因不明のアメリカ人の遺体7体が1階になってあり、草むらの中から一人の生存者が現れた。彼の証言によれば、給食中のところを射殺されたらしく、他の生存者の証言と照らし合わせると、 約300人の捕虜が2個列車に分乗して移送され、アメリカ軍機の爆撃によりほとんど前進できず、待機していたところ20日夕方食事のため列車から降ろされ、護衛の北朝鮮兵の一部から出し抜けに機関銃で操射された。捕虜の大半は死亡。合計66の遺体が発見され、23人が救出された。遺体は 小倉のキャンプに適用められて本国に送還された。結局、北朝鮮首脳部を拘束することも、北朝鮮軍主力を補足撃滅することも叶わず、友軍捕虜の救出もできず、ただ一足早い北進となっただけであった。韓国軍はそのまま王力港を目指し突進を継続。英軍は戦場整理をしつつ、マッカーサーラインまでの前進を開始。 第187空挺連隊は任務終了に伴い23日ピョンヤに移動した。それでも彼らは皆クリスマスまでに戦争が終わると楽観視していた。しかし、その時すでに中国軍が南下を始めていた。宿川には第187連隊主力、順川には第187連隊第2大隊が降下した。 英住付近には朝鮮人民軍第239連隊が布陣しているほか、国連軍の航空部隊など、ありがとうございます。